皆さん、こんにちは。メディオ茶の加速と申します。自民党総裁選、石破氏が総裁になりましたけれども、そんなことよりも大きかったのが、麻生太郎氏完全失脚ということで、麻生太郎氏がですね、直前に高市早苗氏を支持してですね、もう麻生太郎のいいように、また自分が権力を持ってキングメーカー気取りになって院政を敷こうとしたのに、それが裏目に出て大失敗したということで、今回の自民党総裁選で一番大きかったのは麻生太郎完全失脚ということだったんじゃないかなというふうに思います。で、決選投票結果皆さん見ました。石破氏か高市氏かっていう時に、高市氏の敗北が決まって石破氏当選になった時に、一人固まる麻生太郎、隣で岸田首相がわーってやってる中で麻生太郎を飲むみたいになっててですね、自分が直前で支持して、それで総裁にね、高市氏をさせて、また自分がいいようにしようと思った作戦が大失敗したということです。で、これ、なぜこうなったのかというと、多分ですね、岸田さんと岸田派の恨みがあったんじゃないかなということで、岸田さんはですね、今までね、こう岸田政権でやってったのに、麻生太郎氏が、あんまり協力しなくなって、結果としてね、引きずり下ろされるような形になったわけじゃないですか。で、麻生太郎氏は、いや、もうね、高市さんを支持してですね、あるテレビ番組のコメンテーターが言ってたんですけれども、麻生太郎氏が前日に岸田総理に電話をして、いや、決選投票では高市さんを押してくださいと、そしてまた一緒にですね、三党体制、三党政治をやりましょう。麻生太郎と岸田と、茂木さんですかね、の三人でまた政治をやろうじゃないかって誘ったんですけど、いや、お前三党政治で裏切ったのお前だろうっていう、岸田首相の恨みがあったのかですね、それを断ったっていう、コメントをしていた方が今、政治記者の方かな。で、なので、決選投票では、もう高市氏は絶対に投票しないと。麻生氏が推す候補は絶対に落とさないということで、岸田派がですね、岸田グループが全部石破さんに投票したので、逆転して、高市さんが負けてしまったということで、麻生太郎のもう言うことは聞かないと。麻生太郎を、このね、腐った自民党の元凶であるような、この麻生の、その影響力を排除するんだというのが、見事岸田さんの方が成功したということになります。ということで、自民党総裁選、石破さんが当選した背景には、麻生太郎氏の完全失脚、麻生太郎が高市さんを支持したがために、もう絶対に麻生太郎は嫌だという人たちが、全部石破さんに流れたと。いうことで、これ逆に言うと、岸田首相の勝利なんですよね。ある意味、その高市 vs 石破の裏にはですね、岸田 vs 麻生の綱引きがあって、これ完全になので麻生派はかなり追い込まれた状況で、逆に岸田グループはですね、かなり、その岸田さん自体が失脚してるけれども、首相を退任するけれども、でもいい形で影響力を残したということで、何はともあれですね、とにかくもう麻生太郎はもういいんじゃないかなと、私は決して悪い政治家ではないと思うんですけれども、もういいんじゃないかな、もう引退してくださいということが分かった。ある意味、そういう意味ではですね、自民党総裁選、麻生太郎を駆逐できたというのは、素晴らしい結果だったんじゃないかなと思います。